イメラジオ第四千六百二十回。今日は令和五年二月十日金曜日です。時刻は午前十時。横浜港北。雪の朝となりました。軽く降るだけかと思っていた雪が屋根に積もり始めましたね。見てるともうセンター南は全然見えず。 センター北の観覧車もうっすら見えるだけそんなお天気となりましたリスナーの皆さん雪は大丈夫でしょうかさて今回はギリシャ哲学のお話をしましょうアナクシメネス万物の根源は空気であるアナクシメネス万物の根源は空気なんだそうです ミレトスという町があってアナトリア半島今のトルコですでミレトス学派と言われたりイオニア学派と言われたりしますまあギリシャ哲学の一番最初の頃タレス前ご紹介しました万物の根源は水である でそのタレスの弟子でアナクシマンドロスってお方がいましたでこのアナクシマンドロスは万物の根源は不定型な何かであるこんな言い方したのつまり水だと師匠のタレスは言ったんだけど弟子のアナクシマンドロスは水という目に見えるものじゃなくて不定型な何かだあるいは無規定な何かだというふうに言ったわけ。 で、この、無規定な何かというふうにアナクシマンドロスが言わねばならなかったのは、師匠のタレスがね、万物の根源は水であるって言っても、でも水と火って対立するじゃないですか。共存できない。水と空気も共存できませんよ。という感じで、水でないものがこの世の中見たらいっぱいあるじゃんかと。 つまり目に見える刑事課のものを指してこれが根源だということはすぐに反対されちゃうわけです。ですから目に見えないもの刑事上のものを持ってきて例えば無規定なものとか不定形なものしかもこれだと水とも相性いいじゃないですか形がないでしょ水には。なんか流動的ですよね。 ただし、このアナクシマンドルスの万物の根源は不定型なものであるという、これもですね、まあ、あまり賛成者得られなかった。まあ、それは当然で、それ何も言ってねえじゃねえかと。不定型なものって一体何やと。きっちり察し示してくれよとで。このアナクシマンドルスの弟子が、今回の主人公アナクシメネスで、 このアナクシメレスによると、万物の根源は空気である。この空気こそ万物の根源。だからやっぱりあの、空気と。ただし空気って見えるようで見えないよね。あるんだけど。だから見えてるようでいて、あい、これ空気というふうに。だからまあよく考えたもので、水はっていうと手で触れられるし、で、目で見えるし、ああ、水があるなと。飲むこともできる。 で空気はというとそこに必ずある感じることもできる風が吹いたら空気だなと思う吸うことも吐くこともできるがただし水のようにあのなん,かなんかこう液体ではないだからアナクシメネスの師匠はアナクシマンドロスそのアナクシマンドロスが言ってたあの無定型なものにもちょ,ちょっと空気っていうのは 該当しそうで,すよ、ね、でアナクシメネスはこの空気の密度がぐーっとこう高まっていったら水になったりもっと密度がぐーっと高まったら土になったりしていくんですと。で温度は下がります。で逆に密度がふわーっとあのー。 薄くななっっていったら火になるんですすよよ温度は上がりますよ空気がギュッとあの一箇所に吹きつけられたらつまり密度が高くなったらそれは炎を消すようなそういう空気にもなるけれど空気が拡散していくようなそういう場面だと。 炎が出やすくなるタレスは万物はの根源は水だそして今回のアナクシメネスこれは万物の根源は空気であるその根源ある系を探して何なんだですがこの根源最小単位と言ってもいい これを設定することによって哲学の土台が出来上がるので、この最小単位、根源、これをきっちりと決めておかないと、その上に成り立つ自然観察、そして哲学、それが全て曖昧だ。だから根源を決めておかなきゃいけない。それが水だ、というふうにまず言ったタレスこそ、哲学の 始まりと言われるのはそういうことなんですよそしてミレトス学派の3代目というんでしょうか今回の主人公アナクシメネス彼によれば空気だと「イメラジオ」今回はギリシャ哲学を話しましたありがとうございました